続いてはおじょいめいと寮の皆さんです。おじとおいとめい、珍しいファミリートリオ、おじょいめいと寮は子どもから大人までどこでも大変な人気でした。おじ大谷博文さんの軽妙なトーク、とっても笑顔のかわいいかよこさんの歯切れのいいクロマティック、りりしくそして優しさあふれる吉田さんのバス、少子化の進行する日本でおじょいめいの存在は一服の清涼剤でもありました。後に A 六助さんがラジオやテレビでおじょいめいをご紹介したのも、まさにそういう希少な存在に注目したのも一因と伺っております。かよこさんの結婚、出産、吉田さんの結婚、転職などを機にしばらくおじょいめいの演奏活動は中断されましたが、今日ここに久しぶりにご登場いただきます。息の合ったおじょいめいサウンドをお聴きください。私たちの血のつながったおばあちゃんですから、ね、お詫びの言葉もございません。大家に対しまして、私は7年前結婚したばかりだったんですけども、7年間で17キロ太りました。今日は7年前の衣装では入らないので、ウエストを広げて入っておきます。かよこは7年前はまだ独身でたんですけども、結婚して子供を3人産むとこんなになるんですね。あまりとってわかんないかもしれませんけど、近くで見ると結構すごいです。あなたは泣き声だ。
とても言えるような言えないぐらい太ったということなんですけども、これだけ地球環境のことが言われている中で地球の重量を増やしてしまって、あんまり地球に優しくないお嬢に見えているようなものですから、今日は皆様の耳には心には優しく響くような音楽をお送りしたいと思っております。はい、では2曲目なんですけれども、クラシックのおもちゃの兵隊の行進という、これもクラシックで有名な楽しい曲なんですけれども、これをちょっとおじょうめいらしく楽しくアップテンポに編曲をしますと、おもちゃの兵隊の行進というよりも皆さんがとてもよく知っている曲になります。でも曲名はおもちゃの兵隊の行進です。人呼んで、運転の虎と発します。